はい、横田慎三です。慎三チャンネル、今日のテーマですが、乾パンに行ってみたいと思います。はい、では、聞かれたことない方もいらっしゃると思いますが、乾パンってのは何なのか、どういう病気かということですが、シミですね。もう簡単に言うとシミです。はい、原因不明の、医学界では原因は不明となっている謎の皮膚にできる色素異常症の一つということです。シミです。はい。で、形状がですね、肝臓の形に似ていることから、この肝斑とついたと。肝臓とは何の関係もないですよ。何の関係もないですが、形が似ているので肝斑と。はい。肝臓の形をした斑ですね、まだらができると。顔の中心、左右対称にですね、できるということで、女性の方が多いと。女の人の方が多いですよと。30か代ですね、30歳前後で出る場合が非常に多いということです。女性の方が多いと、男性は少ないと。で、原因は何なのか、きっかけとなるのがですね、経口避妊薬や妊娠と、それからまた抗がん剤などの一部の内服薬、薬ですね、も原因となると言われている。要するに何も原因不明でも何でもないと。薬ですよ。薬が起こしている病気と。いうことです。では、今日のテーマです。肝斑です。はい。ではですね、どういうようなシミなのかということですが、顔ですね、頬骨、に沿って、左右対称と、または目の下ですね、目尻の下ぐらいに左右対称にあるシミが肝斑ということです。で、発症は、さっきも言いましたが、疫学は女性の方が多いと。30から40ぐらいの女性に発症することが多いと。高齢になってからあまりないと。で、原因何と言ってるか。医学界では原因は不明ということにされてると。で、女性ホルモンが原因じゃないか。紫外線が原因だと、お医者さんたちは言っているということです。で、疫学ですね。アジア系とかヒスパニック系に多いと。黒人は少ないですよ、ということになってると。いうこと。女性の方が4倍、男より4倍多いと。で、250人の女性では22%が妊娠した時に肝斑が出てると。で、18%は経口避妊薬を使用して出てると、原因になっていると。薬ですよね。もうはっきり分かってますけどね。それでも原因は不明ということになってると。で、インドでは妊婦650人の64%に肝斑が生じていたということです。はい、次行ってみましょう。はい。で、肝斑とはですね、シミのことですよと。で、頬ですね、左右対称にできるですね、薄茶色、薄い感じの茶色の色素斑ということです。で、メラニン色素が過剰に蓄積することで発生と。で、肝斑以外にもですね、似たようなものがあるわけですね。鑑別しなきゃいけないものがある。似たようなもの、何があるかというと、老人性色素斑。これは結局、加齢とかですね、加齢によって紫外線ですね、年齢を経たことと紫外線によってできる老人性色素斑。それからそばかすですね。そばかすって分かりますよね。舌のようにパツ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 と、こう目の下あたりにですね、あるそばかすなど、これはもう全然違うものということです。様々あるということです。で、これ多くは加齢、紫外線によるものと。で、原因は、肝斑は原因は不明ということで、摩擦じゃないかとか、女性ホルモンが原因じゃないかと、医学界は言っていると。で、YouTube 上でもですね、皮膚科医ですね、皮膚科医っていうのは、ちなみにですね、皮膚科医っていうのは半分、54%ぐらいが女性の医者です。普通、女性の医師っていうのは大体20、病院勤務で23%ぐらいですかね。ですが、皮膚科医っていうのはものすごく率が高いわけですね。54%ぐらいが女性。もう皮膚科医といえば女性の方が多いということで、女性の医師が YouTube 上にですね、この肝斑の原因は不明ですよというふうな動画をいっぱい上げているということです。はい、次行ってみましょう。はい。でですね、肝斑はですね、女性に発生すると。で、中年の女性に多い、30から40代と。で、高齢者はほとんどないと、さっきも言いましたが、妊娠している人によく出る。そして、経口避妊薬を使用している人に、多く発生する。そして、
さらに閉経後のホルモン補充量、エストロゲンとかですね、更年期障害の治療ですよ、更年期障害の治療とかでエストロゲンのホルモン補充療法とかですねをすることによって生じることがありますよと、原因わかりますよね、薬ですよ、そういうような薬を使うと生じるということです。はい、次行ってみましょう。はい、で肝斑の原因ですね、さっきも言ってますけども、原因は未だ医学界では不明と、分かっていませんよと。で、具体的なメカニズムも不明と、全然分かりませんよ、見当もつかないと医学界は言っていると、見当さえついてない、こういうような状況ということです。嘘ですけどね、本当分かってますけどね。はい、で肝斑の悪化には何が原因かと言ってるかというと、医学界は紫外線、これが原因だと言ってるわけですね。それと女性ホルモン、女性のもともと体の中にあるホルモンが影響していると考えられていると言っているということです。はい、次行ってみましょう。はい、で肝斑の原因ですね、続いていきますが、さっきのもうちょっと深掘りしていきますが、紫外線と言っていると、医学界では紫外線ですね、紫外線が肌とかに当たるとですね、肌とか髪とかの色ですね、この黒は何かというと、メラニン色素という色素が皮膚とかあるわけですね、髪の黒いのもそうですし、そういう色素細胞、メラサイトですね、体内にあるメラサイトから作られるのがメラニン色素と、これは皮膚を紫外線から守っていると。で紫外線を多く浴びるとですね、メラニン色素がどんどん作られ、過剰に作られてシミになって現れるようになると、老人性のやつとかいうのはこういうことですよね。別に間違いではないと。でも肝斑はこれとはまた違うわけですね。で女性ホルモン、女性ホルモンのエストロゲンやプロゲステロンなどはですね、色素細胞を活性化すると、活性化しますよ、わかりますかね、活性化するとメラニン色素の分泌が促されてですね、るために妊娠とかするとですね、肝斑になりやすいと。でこれと同じ系統の薬ですね、経口避妊薬、ホルモン剤ですから、経口避妊薬、ホルモン補充療法のホルモン剤、エストロゲンとかプロゲステロンですから、女性ホルモン剤は女性ホルモンのバランスを崩してですね、発生しやすくなる薬ですよね。一つはホルモン剤と、他日光の作用に、敏感になるような薬ですね、他の動画で言ってますけどね、抗線過敏症の動画のところでも言ってますし、皮膚がんのところでも言いましたかね、皮膚がんとか抗線過敏症の動画見てください、そこを見れば分かりますので、日光の作用によって、肌が敏感になる薬、こういうもの、それから自己免疫性甲状腺疾患とかですね、こういうものがリスクを高めると言われてるということです。はい、次行ってみましょう。症状、さっきもちょっと言いましたけどね、肝斑では顔の左右対称ですね、薄茶色の色素まだら、色素斑が生じるということです。この色素斑は頬からおでことかに多いわけですね、目の周りを避けて起こっているというのが特徴と、この辺に紫外線が多く当たるところだと、言われてますけどね、この周りがよく紫外線も当たるので、この頬からおでこと、で顔の片側だけにできる場合もありますが、両方の場合もありますよと。で、症状は他に痒みとか痛みは全くないと、症状はないわけですね、シミだけということです。はい、次行ってみましょう。はい、でさらに続きますがですね、シミに悩んでる女性の 36% が肝斑の疑いがありますよということです。肝斑の疑い、30歳から50歳ぐらいの限られた年齢の人にですね、そのうち 36% が肝斑じゃないかと言われていると。でホルモンバランスの変化に伴ってですね、発生すると。でここからですが、女性ホルモン剤を服用している場合はですね、薬ですよ、女性ホルモン剤、経口避妊薬とかでも含みますけどね、いろんなホルモン剤の中止も考慮されると。ホルモン剤の影響、ホルモンの影響であればですね、出産とか出産後とか、それからホルモン剤を中止することによって良くなることが多いということはどういうことですかね。薬を中止してると良くなることが多い、要するに原因は薬ということです。はい、次行ってみましょう。はい、で肝斑の原因ですね、はっきりしているもの、医学界は不明と言ってますが、そんなことはなくて、何かというと薬ですね、医薬品が原因です。
はい、どういうものがあるか、ここに例を出しておきますが、また後で添付文章を見せますけどね、経口避妊薬、有名なものここに出してきますけどね、ブレオマイシンとか、シクロフォスファミド、抗がん剤ですね、とか、抗生物質とかですね、プロカルバジンとか、ドキソルビシンとか、ミノサイクリン、抗生物質ですね、アミオダロンとかですね、ジドブジンとか、クロファジミンとかですね、クロルプロマジンといった医薬品が原因となることがあると。で、服薬をやめるとですね、ゆっくり消えていくわけですね、治っていくが、1年とかですね、2年ぐらいかかると。時間がかかって消えていくと言われているということです。完璧に遺伝病ということです。はい、次行ってみましょう。はい、では原因不明と言っている肝斑ですね。原因不明じゃないですよ。原因ははっきりしている医薬品が原因ということで、遺伝病ですが、添付文書を見ていきますが、どういうふうに載ってるかということですが、プラノバールという薬です。ノルゲストレルエチニルエストラジオールと長いですが、何かというと、薬効分類は何かというと、黄体卵胞ホルモン配合剤、ホルモン剤です。はい、ホルモン剤、さっき言いましたね、ホルモン剤使うとですね、ホルモンバランス崩れてですね、肝斑出やすくなりますよということで、どういうふうに載ってるかというと、何が載ってるかというと、皮膚のところですね、副作用項目欄、はい、もういきなり載ってますが、色素沈着と、こういうふうに載ってます。肝斑と書いてないわけですね、色素沈着と載っていると。で、注意にということで、何が載ってるかと、長時間太陽光を浴びないようにしてくださいねと、注意してくださいねと、なぜこういうことが書いているか、まあ後でまた説明しますが、とにかくこの薬とですね、要するに薬と太陽光が何か関係があるわけですね。ホルモン剤ですね、ホルモン剤と、まあ他の薬もいろいろありますけどね、これと紫外線が何か関係があるということです。はい、次行ってみましょう。はい、では添付文書2枚目見ていきます。ミノサイクリン、はい、何かというと、薬効分類はテトラサイクリン系の抗生物質製剤ということです。さあ、では副作用項目欄見ていきますが、過敏症とかですね、まあいろいろありますが、皮膚のところですね、ところに、なんて書いてるか、色素沈着、肝斑とは書いてないですよ、書いてないけれども色素沈着、はい、薬というのは色素沈着を起こすわけですね。で、どういうところに起こすかというと、皮膚とか爪、粘膜ですね、長期使用とかで起こす。で、薬というのは なぜかというとですね、こういうような色素沈着を起こす薬たくさんあるわけですね。色がつくわけですよ、色がつく。ここでは皮膚、爪、粘膜、前にも説明してますけどね、大腸メラノーシスとか十二指腸メラノーシスの場合は粘膜、粘膜が真っ黒になったりとか、それから歯に色がついたりとかね、爪とか歯とか、それから薬剤、薬害スモンのとこではベロですね、ベロが緑色になったりとか、まあ尿に色がついたと、これは分かりやすいですけども、皮膚に色素沈着を起こすということです。そしてこれはですね、抗線過敏症とも関係があると、この前に書いてますね、抗線過敏症と光とこの色素沈着が関係しているということです。はい、もちろんですね、まあまた後でも言いますが、この抗線過敏症と色素沈着、肝斑というのは関係があるということです。はい、次行ってみましょう。はい、では3枚目の添付文書を見ていきます。スピロノラクトンという薬です。薬効分類何かというと、高アルドステロン性利尿高圧剤と、利尿剤ですね、で高圧剤ですね、血圧の薬ということです。はい、では見ていきますが、ここでは添付文書どういうふうに書いてるか、まあ消化器とか血液とか、その他のところですね、ありますかね、見ていきましょうかね、ありますね、最後の方にありますね。はい、そのまま肝斑とこういうふうに書いてるわけですね、肝斑出ますよと、もうはっきりこういうふうに書いてあるわけですね。薬で肝斑というのは出るわけです。これ色素沈着のことですよ。さっきは色素沈着と書かれてますが、こういうふうに肝斑ときっちり書いているものもあるということです。はい、次行ってみましょう。はい、最後ですが、最後4枚目添付文書を見ていきます。クロルプロマジンという薬です。はい、薬効分類何の薬かというと、精神系の薬、精神神経安定剤、精神安定剤です。精神安定剤で肝斑出るのかということですが、さあ見ていきましょうかね。はい、上から見ると、過敏症に抗線過敏症、
はい、抗線過敏症ですね。これ抗線過敏症動画上げてますから、これも全部薬ですけどね。はい、それで次見ていくと何があるかというと、皮膚の色素沈着、これは肝斑のことですよ。ここにも肝斑とは書いてませんけどね、肝斑とははっきり書いてませんが、皮膚の色素沈着、肝斑のことですよ。そしてはい、で、抗線過敏症と関係があるわけですね、色素沈着も関係があると、なぜかという答えが下に書いてあるということです。はい、なんて書いてるか、添付文書になんて書いてる、本品はこの薬はクロルブロマジンですね、本品は光によって徐々に着色するとということです。わかりますかね、薬というのはですね、紫外線が当たるとですね、着色します、色がつくわけですね、ということです。わかりますかね、答え、そういうことですということです。で、答えを言っておきますと、この色素沈着イコール肝斑ですが、皮膚の色素沈着肝斑はですね、この薬がですね、皮膚にあって紫外線が当たることによってまず着色すると、そして次の段階に行くとどういうふうになるかというとですね、アレルギー反応を起こすとですね、アレルギー反応とか光毒性と言いますが、光毒性とかアレルギー反応を起こすと、上に書いている抗線過敏症になるということです。わかりますか、光によって着色しますよ、光によって、反応するわけですね。そしてさらに3段階目があるわけですね。これ皮膚がんのとこで説明しましたが、こういう薬とですね、紫外線が反応してですね、遺伝子を傷つけるわけですね、 DNA まで傷つけると皮膚がんになるということです。これは皮膚がんの動画上げてますから、皮膚がんの動画を見てくださいということでですね、どういうことかというと、肝斑、皮膚の色素沈着イコール肝斑と、この抗線過敏症とですね、皮膚がんっていうのは全部原因薬ですね、要するに薬がですね、そこにあって、紫外線が当たることによって1段階目色素沈着肝斑、2段階目、光毒性とアレルギー反応で抗線過敏症、3段階目では光によって反応して薬が反応して遺伝子を傷つければ皮膚がんということです。こんなことは分かってるんですけども、お医者さんたちは絶対に言わないと、言いませんよね、遺伝病ですからね、自分たちが病気作り出してますからね。で、答えは何かというと、いつも言ってますが、答えは、はい、お医者様ですね、製薬会社、薬、医学、薬学、お医者様、製薬会社、薬とが犯人の完璧な遺伝病ということです。医学会は原因不明ということにしてるということです。はい、最後ですが、今回は、皮膚のシミですね、色素沈着、肝斑についてお送りしました。ありがとうございました。